ある一番でかなり風が強いです。音取れてるか分かんないんですけども、苦ですね。苦しかない。歩きじゃなくてもう仕方ない。どうも、キョンです。ちょっと待ってくださいね。本日、4月23日水曜日の撮影でございます。連日雨が降っておりましたが、今日は晴れております。まあお天気の話は置いといて、箱が見えたと思うんですけども、今日の朝9時半前に、突如到着しました。今回もちょっと開封動画になりますけども、動画始めて早数ヶ月経ちましたが、カメラ3台目の購入でございます。特に買う予定はなかったですね。先ほど見ましたように、23日ゴールデンウィーク前ですね。別にそのタイミングを狙って注文したわけではないんですけども、たまたまちょっと動画見てまして、とあるところのとある商品で自分撮りが可能なカメラが出たっていうことで衝動買いしてしまったんですけども、じゃあまずどういうものか、箱見てわかるようにキヤノンさんのやつです。キヤノンの、オンラインショップで注文してみました。商品の大きさの割にはかなりでかい箱ですね。はい、いやもう出しちゃいます。はい、アイビスミニです。もうかれこれ1年ぐらい前になっちゃうと思うんですけども、2013年9月17日に17日にキヤノンのオンラインショップ限定で発売されたものですね。今ももちろん発売されております。つい最近買ったばかりのカメラもある。これなんですけども、でまたついでにこれも買っちゃいました。自分撮りができて旅館レンズを体験できるみたいな考えもあったので注文して、マイクロ SD カードのセットを買わせていただきました。このパッケージ映ってるようにホワイトにしてみました。でちょっと今開けてみました。はい、こういう感じですね。おお、ほらこんな感じですよ。ここに製造番号とか書いてあるんですけど、ここに三脚の穴ですね。ここがオンオフのスイッチで、ここがマイクロ SD を入れる場所ですね。結構硬いカバーで、じゃなかった、コードをつなぐところですね。はい、で再生ボタンで、ストラップ穴で、これがカメラですね。こっちがマイクロ SD で、まあ自分撮り専用ってどういうことなのかっていうと、ディスプレイがあって こちらカメラですね。で電源を入れるとこうやってカメラが出てくる仕様なんですよ。カメラのレンズがピュッて、で一緒に電源入る。今はちょっとバッテリー入れてないですけど、ディスプレイがここにつまみありますよね。これを引き上げるとこういう風な立ち上がる感じですね。でこれがこういう風になって、こういう感じですね。カメラのレンズがあってディスプレイ、自分を見ながら撮影ができると、こういう感じですね。こういう風に撮って撮影ができると。で本当に軽いですね。手のひらサイズです。で下の方にはこれスタンドがついてるので、結構固めのスタンドですね。こうやって硬いです。本当にで硬いので、それを置き、こういう風に角度を自分でつけて OK ですね。90度ぐらいしか曲がりませんね。こういう風に内蔵のスタンドもあり、あとですね、記録も簡単で再生も簡単、あと倍速記録とかスロー再生とかいろんな撮影方法ができますね。あと Wi-Fi が使えて、まあ、スマートフォンやタブレット端末からでも撮影できて、も飛ばせるっていう、その場でもシェアできるっていう感じですね。 MP4 規格映像記録で、まあ簡単に取り込んで映像の編集ができるっていうのが魅力ですね。動画の記録の画素数が899万画素で、静止画が1200万画素ありますね。レンズはオートフォーカスっていうのはないですね。ほとんどなんですかね、普通のこのいうデジカメみたいにピントをこう合わせて後ろがこうぼやける、今ぼやけてやってますよね。今ピント合いましたね。っていうのがないですね。あとタッチパネル、こうタッチパネルなんですよね。そうですね、一応これも言っといた方がいいのかな。弱点がありまして、まあ、マイクロ SD もそうなんですけども、まあ、ちっちゃくて持ってないとか、今まで SD カードしか使ってないっていう方もいると思うんですけども、あとは
あれですね、バッテリーがあんまり持たないっていうところですね。持ち歩いてても1日持たないんですよね。70分ぐらいの撮影ですかね。でこのバッテリーパックが高いんですよ。1つ4500円ということで、ちょっと話し飛ん でそれに合わせてですね、ですね、こちらバッテリーを別で頼んでみました。ごめんなさいね、ちょっと予算がなくて安いのを買ってしまいました。よくある海外製のやつですね。で1つ200 259円っていう、これを2つほど買って、でまあ見てた通り分かるんですけども、こういう郵送できたので800円かからなかったですね。で、まあ、出かけてる時に純正のバッテリーがなくなってしまって、まあ、予備として一応持ち歩こうかなっていう感じですね。封筒の中身は明細表とバッテリーですね。どこ製かよくわかんないんですけども、本当にこれモロで箱とかないですね。まあ、これは多分箱がないから安く済んでると思うんですよ。安く済んで、まあ、純正に似たような、まあ、今ちょっと純正先に開けろって話ですね。まああまり良くないですね。レビューとか見て、まあなんかいいっぽそうなこと書いて、まあ実際使ってみると全然足りない。まあ純正のキャノンさんのこちらですね。でこれがどこ製かな、書いてないね。なんかフランスとか書いてあったかな。そっちの安い方とか、こういう感じです。パッと見作り一緒に見えますよね。あ、すごい。ちょっとカメラじゃわかんないんですけども、若干ちっちゃいですね。これ大丈夫なのかなっていうぐらい。パッと見作りは似てんですよ。こっちキャノンさん。こっち海外ですよ。パッと見、本当に直接見ないとわかんないですね。大きさは。まあ、とりあえず、どんどんやっていきましょう。で、バッテリーが下にあって、今ちょっと開けちゃったんですけども。こういう感じですね。バッテリーをここに入れます。とりあえずちょっと、これ試しにね。入れてみたい。まあ純正を先に入れます。まあもちろんしっかり入りますね。ちょっと電源を後で。いやこの怪しい海外製の安いやつを全く入れ方書いてない。まあ特に大きくないのでスルリと入りますけども、若干ここありますよね、こうバッテリーがこう引っかかるストッパー、かかりが悪いですね。やっぱ若干ちっちゃいのでパチッとはいかないですね。一応はまってます、ちゃんと出てきますよね。ここのいまいちですね。まあ大丈夫かな。落としちゃった大丈夫です。キーボードの上に落としました。なんか変なコンクリとかに落としてない。で純正の入れ直して、あれなんか純正もなんか大丈夫か。大丈夫。じゃあ入れてみたいと思います。電源入れます。お日付だ。日付設定しちゃうの。まあいいや、ちょっと。そうですね、やっぱすごいですね。やっぱ一流メーカーさんですね。バッテリー出た瞬間からもう試しで動かせるっていうのが面白いですね。いやすごいわ。いや新品買ったのが本当久しぶりなんで、じゃあとりあえずね、試しに撮影してみましょうかね。はい、どうぞ。